こんにちは、速稼塾の久保です。ぼったくりバーの動画ね、私も結構好きでよく見るんですよ。青汁王子の言ってるやつとか、あとボクシングのね、亀田お父さんのなんかお宅に変装してぼったくりバーに行ってみたみたいなね、毅然とした動画とか結構面白くて好きだなと思いました。で、ぼったくりバーについての見解の前にちょっとね、お話しておきますと、例のコピペの動画ってあったじゃないですか。私ね、速稼塾を始めて徹底的にこだわろうと思ったのがそこなんですよ。そこってどこだっていうことなんですけども、自分の塾生さんになった人から質問来ますよね。作業が分かりませんとか、これはどういうふうな意味なんですかって来ますよね。そういう質問が来たら私すべてね、動画でお答えしていたんですよ。その動画の答え方っていうのがこういうふうに、取って出しの動画っていうのも、私が喋ってるだけっていうのもありますけども、パソコンの画面キャプチャーですね、動画キャプチャーを撮って、こういうふうなところをクリックして、ここをまあこういうふうな入力をして、こういうふうにしたらいいんですよと。で、分からない言葉に関しましては、この検索窓にこういうふうな文字を打ってスペースを入れて関連検索をするんですよっていうふうな形で、その動画をプレゼントしたんですよ。で、私の速稼塾に入ると、当初はですね、最初の頃は専用の個人用のサイトがプレゼントされるんですよね。基本サイトが、そこに基本の作業とかカリキュラムが全て入ってるんですけども、ご質問いただいた方にはその質問に回答した動画をプラスアルファでどんどんお付けしたんですよね。まあ、ですので、その方、ホームページ、私の速稼塾当初入ってくださった方っていうのは、苦手分野が最も補強される、質問したことが最も補強されるような、成長性のある個人サイトだったんですよね。で、そういうのも込みで私はサイトを量産できたわけなんですけども、そのサイトっていうのは、当然ですけども、自分流にカスタマイズされたサイトが、質問するたんびにどんどんね、グレードアップするわけですから、使えば使うほど割安感を感じれるんですよね。で、しかも作業は全て、やりやすくなってくるという、そういうふうなね、速稼塾は独特なサービスを当時お送りしてました。で、これ何がいいかっていうと、私自身が動画の編集とかにものすごく慣れていくってことと、コンテンツが増えるんですよ。質問が塾生さんから1日に10件20件来ると、私はそのたんびにコンテンツが10件20件増えるわけなんですよね。そのうちの一つがコピペの質問に対して答えたものだったんですよ。で、それがね、今3万回ぐらい再生されてるわけじゃないですか。で、3万回再生をこの何年かでやってくださったその動画なんですけども、少なく見積もっても私のね、広告報酬にいくらか寄与してるわけですし、何よりもね、それが3万回も人の役に立ったっていうこの事実ですよ。これがありがたいなと思います。最近もですね、YouTube のチャンネル登録のやり方が分かりませんっていうご質問が来たんで、ですから、チャンネル登録のやり方をパソコン版とスマホ版と両方ね、合わせたのを撮ってですね、本当に2分ぐらいの動画にして、一般公開したわけなんですよ。そうするとやっぱり自分のために作ってくれた動画ってことで感謝もされますし、この質問って世界でたった一つその人しかしないもんではなくて、多くの方が同じようなところでつまずく可能性があるんですよ。で、最も質問が多いっていうのは最も初歩的なことなんですよね。まあ、ですので初歩的な質問に回答したものがあれば、 YouTube 上に多くの方の最初の一歩、本来だったらつまずいてやめたってなってしまう第一歩につまずかせないようにすることができるっていうのが多くの人のね、役に立っていることだと思うんですよ。ですので私は速稼塾の塾生さんのご質問に答えているようでいて、速稼塾の塾生じゃない人の多数の方のお役に立てているんではなかろうかと思ってるんで、この YouTube の活動大好きなんですよね。で、今日もね、恋愛相談のことをちょっと回答させてもらったんですけども、回答したのは A さんって方なんですよ。でも一般公開であげましたんで、 A さん以外の数十人の方がその動画をもう見てくださってですね、まあ、ためになったということとかね、ふざけるなとかね、そういうふうなご意見いただいて、もう交流が始まってるんですよね。すごく嬉しいなと思います。それから私の動画を見てる方が、入院されてる方なんですけどね、お見舞いに来てくれた人にこの動画見てっていうふうに紹介してくださって、面白いでしょ、すごいでしょっていうふうになって、そちらの方の方もチャンネル登録してくださったりとかね、そちらの方の方もコメントを書いてくださったりっていうふうに、その私の動画を見てる方とか私の塾生さんの後ろにいる人も私は見てるわけなんですよね。これはでも言ってみれば当然のことだと思うんですよ、だから吉田さんのところに来た質問で、今回のエピソードでね、そのぐらい自分で調べたらどうですかっていうのも確かにそうなんだけども、丁寧に説明した後で自分で次は調べられますよねって形の方が、やっぱその方がね、泣きながら電話せずに済んだと思うんですよ。これは取りも直さず返品処理、返金処理をするっていうところが惜しいわけではなくて、その人がネットビジネスっていうものとかコンサルってものにもう永遠にね、拒絶反応を起こしてしまう、その人の富が
永遠に死んでしまうかどうかの大きな問題だと思うんですよ。やっぱりね、コンサルなり塾なり買う人っていうのは30万50万相当な思いを込めて勇気を持って買うはずなんですよ。だからその勇気を持って買ったところをやっぱり受け止めてあげないといけないと。絶対にその第一歩で諦めるような対応をしてしまってはいけないと。それが引いて言えばね、他のコンテンツとか他のコンサルの先生、ネットビジネスの先生って言っていいのかどうか分かりませんけども、その全ての方を巻き添えにして信頼を失っていると、そのぐらい罪が重いと私は思うんですよ。ですので吉谷さんのような回答の仕方っていうのは本当に模範的なものであってね、で私もそういうふうに教わったわけではないけども、2013年にネットビジネスを始めた当初から今まで欠かしたことはないです。だから動画の本数増えますよね。それはどんなつまらない質問、つまらないっていうかね、その人にとっては大事な質問なんですよ。どんな小さな質問とかどんな小さな声にも耳を傾けて、もう 100% マックスの回答をドーンとね、手加減なくやる。1質問いただいたら100ぐらいの勢いで熱量で返すってことを当たり前にやるんだから、それはね、効率よく儲けたい人に負けるわけがないですよね。効率悪いんだもんだって。効率悪いけども、でも自分の速稼塾の塾生さんに役に立つみたいな、そんなね小さな話じゃなくて、速稼塾に入ってない人まで役に立っちゃうみたいなね、3万回転もされるわけですから、コピペの動画が。で、その3万回転の中のうちの誰かが、あ、ネットの教材ってすごいなってことで速稼塾に来てもらってもいいし、他の誰かの教材を本当に感謝でね、セレクトして、あ、こういうふうな丁寧な方についていきたいなっていうのを探して、その方に、コンサルをお願いするみたいな形が生まれてもいいと思うんですよ。そうすると少なくともネットで稼ぐっていう世界に対してなんかね、希望を見出してくれるんじゃないかなと思うんですよ。だからこの差は大きいと思いますよ。本当にね、ネットのコンサルを買って、私は返品処理とか返金処理要求されたことがないんですけども、それが一件でもあったらね、例えばもうあなたのコンテンツは買いたくないよっていうふうになった、もしなったとしたら、もう永遠に他の教材買わない可能性もあるんですよね。だからそういうところまで考えて発信するべきだなと私は自分に課してます、うん、これからもね、いろんなことがあると思いますけども、返金して終わりっていうのはもうなんていうの、白旗宣言なんですよ。そんなのめんどくさいから返金して終わりにしろ、こんなクレーマーみたいなお客さんいいよ、自分で懇切丁寧にやることはもう放棄して、この人がもうね、儲けるようが儲けないかどっちでもいいというふうなのは、たった一回ね、せっかく一回自分のことを信頼してくれた方に対してあまりにも無慈悲だと私は思いますんで、自分の塾生にそういうのがいたらね、今回のエピソードみたいなことがいたらもう発達しますね。大迷惑ですね、そういう人がいると。自分の塾生だったらもう波紋ですわ、これは。まあですんでね、ドリアカの関係の方だと思いますんで、まあそういうこともあるよねで済ませますけども、私のテリトリーの中の人間だったら許さないですねっていうのが前提でございます。それではぼったくりバーの話しましょうか。ぼったくりバーね、私ね、結構ね、ぼったくりバーもコンテンツの一つ、エピソードの一つで好きなんですよ。で、広島市中区、その流れ川とかね、八軒堀っていうところにもぼったくりバーってちゃんとあるんですよ。しかも結構あるんですよ。私は一通り経験しました。というのが、ぼったくりっていうのはね、誰がやってるかもう分かるんですよ。ぼったくり、ぼったくりじゃない人って、特徴的にはね、ぼったくりじゃない人ってやっぱね、年の単位で同じところでやってます。ぼったくりの人って入れ替わってます、面が割れないように。これもだからネットビジネスになんか似てるでしょ。ネットビジネスで詐欺をするようなやつっていうのは消えていくじゃないですか。同じようにぼったくりバーの人も、ぼったくり専門のね、キャッチっていうのも、今日はここなんだけども、なんか気がついたらあっち行ったりそっち行ったりこっち行ったりとかして、別の、ルートに滞留するお客さん、もう要するに顔が割れてないお客さんに対して行くわけなんですよ。だからたまにはね、町ごと引っ越してったりしますよ。流れ川から八軒堀みたいな、そんな単位じゃなくって、中洲行ったりとかね、すすきの行ったりとか、それこそ歌舞伎町行ったりするんですよ。だから渡り歩いてますね。で、渡り歩いてほとぼりが冷めた頃、また広島に戻ってきて、またね、ぼったくりをやると。だから営業マンは、営業マンというかキャッチの人はね、すごく入れ替わってます。で、店はずっと同じなんですよ。だから違うキャッチの人だからいいだろうと思って行ってみたら、あれ前来た店じゃないかみたいなことも何回かありましたね。で、ぼったくりに関してはそういうふうに見抜けばいいんですけども、実際ね、ぼったくりって、うちぼったくりっすよって言ったらね、確かにそれはいいと思うんですよ、うん、で、あと私みたいにね、ぼったくりもまあ前提で、どのくらいのぼったくりなんか見に行こうかなみたいなのがあったら、それはそれでね、こっちもこう突っ込んでいくわけですよ。なんかドリンクが出てきたら、このドリンクいくらって聞いたりとかね、そのテーブルちょっと座り心地いいね、これチャージいくらとか聞いたりするんですよ。で、あ、これ8000円ですかとか、8000円の座り心地かみたいな感じでね、むしろ
ぼったくられてることを認識しながらコミュニケーションして楽しく過ごしますね、私はね。支払いはでかいですよ、やっぱり。15万とか30万になるわけですから。でもそういう経験をすることが一生使えるわけなんですよ。だって3000円で飲み放題食べ放題行って過ごすじゃないですか。どんな思い出が残るんですかと私は思いますよね。だったら3000円と思ってたら30万やられましたみたいなのを永遠に使い倒してね、その経験で稼いだ方が私はレバレッジ効いていいかなと思うんですよ。で、ぼったくりバーの人とちょっと試しに揉めてみようかなっていうので取っ組み合いをしたこともありますけどね。いや本当にリアルに35歳ぐらいの私がですね、20歳ちょっと過ぎたぐらいの若いお兄ちゃんとこう殴り合いをするわけですよ。私も35歳になるとね、結構すばしっこくて力があったんでね、まあ本当に五分五分ぐらいでやったけども、もうちょっと長く続いてたら私もスタミナがなくてやられてたかもしれないなっていう、そのスタミナが切れる前に事務所の方に呼ばれましたね。例の本職の人の事務所ですよ。本職の人の事務所に呼ばれてね。で、さらに重量級の方が出てきたんですよね。で、その人は威圧してすごく怖いんですけども、ただね、どう見ても格闘技には強くなさそうだったんで逆に安心しました。ただ怖いことを言ってくるだけなんで、若いお兄ちゃんはね、やっぱりね、そこそこ場数踏んでるだけあって、しかも体がまだね、なまってないんで、やっぱり35と22、3歳でしょうか。長い間戦ったら私は負けます。だから1分ぐらいで蹴りがつくぐらいの差があれば全然私なんてやってられるんですけども、1分を耐え抜くようなやつってのはもうこっちはあとスタミナ切れるばっかりなんですよ。で、若い子ってのは5分でも10分でもね、がなれるんで、がなれるっていうか怒鳴れるんで、やっぱ負けちゃいますね。こっちはもうヘロヘロになってくるんで、それこそね、ドーンと突き倒されて1回地面アスファルトの中に投げ出されたら、腰とかを痛めたりとかね、関節を痛めたりとかして、もうそっから繊維喪失になっちゃうんですよ。いや、本当にこういう格好になるんですよね。だからやっぱり40アラフォーになってくると、地面に叩きつけられたら繊維もそこで喪失するっていうのがわかるんで、絶対に倒れないようなこうスタイルになってくるし、あと取っ組み合って喧嘩するときでもね、相手をやっぱり、そのダメージにはちょっとね、限りがあるんですけども、繊維喪失するようなダメージを与えないといけないかなってことですね。もう具体的に言うと、このパンチのね、この小指とこの薬指でかするように相手の顔面のここをね、ヒットさせるともう立ってこれないっていう私の戦略なんです。いつもコーンと軽く当てるだけでもここくらってもう頭真っ白になってね、しばらく全身しびれて動かないんですよ。それでもうびっくりして、体力的には全然あるし、傷も何にもないんだけども繊維は喪失するんですよ。だからいつもそれですね、こんな感じですね。これ、まあ、そういうことをね、今日こんなところでね、ストリートファイト、格闘技でも教わらないストリートファイトのやり方でございます。今はもうとても無理です。今は私はね、もう、なんと言いますかね、やったるぜって気持ちにはなるんですけど、体がね、動くかどうか自信がないんで、まあ、揉めないようになりましたし、そもそも人に合わないんで、揉める可能性のあるところにはもう絶対に行かないようにしましたね。揉めそうになると私もね、気持ちは揉めてもいいぜみたいになっちゃう。これがだから好戦的なところなんですよね。私はもう隠居してからというもの、そういうことは全くないですね。ちょっと話題がずれましたけども、ぼったくりバーもだから私の中ではお店の一つであり、エピソードの一つ、詐欺にかかるのも一つの経験、マトリックスアフィリエイトね、あれもまあないでもないなと思いながら購入してるわけですよ。詐欺かもしれないと。その前にだって一番最初に吉谷さんから買ったネットビジネス塾ね、ネオヒルズの塾だって、これ詐欺だったら訴えてやろうと思ってたわけですよ。その代わり徹底的にやるぜと、徹底的にやって、もうあれもやってない、これもやってない、それも見てないでしょ、なのに詐欺はないでしょっていうふうに言われないように、隅から隅までやって、それで、あ、これ全然稼げないですよ、稼ぎ少ないですよ、なんか50万ぐらいしか、200万300万しか稼げないんですけども、こんなあれですよ、広告宣伝と違うじゃないですかって言えるぐらいむちゃくちゃやろうとしたらむちゃくちゃ稼げたんで、初年度から2500万とか稼げるわけですからね。それはもうやりますよね。ありがとうございましたみたいなね。他の人は詐欺だって言ってますけど、どこが詐欺やねん。やらないお前が詐欺だろうとか思いますね。やらないお前が詐欺。ね。やらない詐欺っていうかね。だからね、おおむね消費者の方が賢くもないし、肝が据わってないから詐欺にかかるっていう気持ちもあります。詐欺をする方はもちろん悪いですよ。詐欺がなくなればいいと思ってますけども。でも、
いい年して詐欺にかかっちゃうような防衛能力の人が街にフラフラ出たりとか30万50万みたいなお金を使うっていうのも私は問題があると思いますね。だったらぼったくりバーが怖ければ飲み屋なんて行くなと、壺八行ってろと思いますよ。それでいいじゃないですか。だってキャッチにかかりたくってうろうろしててキャッチにかかって話してなんか面白そうだから行くみたいな感じでしょ。そこまでしなくてもちゃんとね、健全な店なんていくらでも検索すれば出てくるし、あのタウン情報誌見ていったらちゃんと安全性が担保された老舗とかがあるわけですよ。でそういうところ行けばいいのに、あの今日はちょっと普段と違うところ行こうかって、そう浮ついた時点で詐欺にかかってもいいですよっていうふうな手を挙げてる状態ですからね、私に言わせれば。だからあのいろんな YouTube 見て暗号通貨儲かりますとか、もうこれでもう 100% 稼げますみたいなのをなんか浮ついて見てるようだったらもうダメですよ。それはだってついさっきの瞬間まで知らない人の商材をはい買いましょうってなるわけでしょ。でそうじゃないですよ。1年前3年前5年前はどういうふうな活動してたのかなってことが分かるような人、その人のストーリー込み、その人に集まってくる人込み、その人がリアルで活動してる人込み、あの言ってみれば発信者の住所とか年齢とか電話番号とか家族構成ぐらいが分かるような感じのところ、そこまでさらけ出してる人に対して信頼っていうのを置くのは、それはもうそれを裏切られたらもうすごい演技力だなと思った方がいいですけども、大して下調べしないし腹もくくれてないわけですよ。だからぼったくりバーにかかるのも要するにかかる人の問題があります。でこういうふうなことをしたら引っかかるだろうっていうふうに見透かされてるから、そういうふうな店ができるわけですよ、ね、でキャッチがなんかそう存在したりとかね、顔が割れないうちに他の人に入れ替わってみたりとか、本当にこんな単純なことで多くの方っていうのはその単純な理屈ですら覚悟もできてないし理解もできてないからやられちゃうんだと思うんですよね、まあ、そういうこともありますんで、一方的にね悪い人だけが悪いのかと思います。悪い人っていうのはどうやったら人はその気になるだろう、騙されるだろうっていうことをちゃんと熟知していろんな人から学んで経験してやってるわけなんですよ。だからそれはそれで涙もぐましい努力だと思いますよ。しかもリスクもあるわけじゃないですか。中には YouTuber みたいな人がね晒しに来て店潰れるわけですよ。ともすれば刑事事件になったりとか、あの顔とかね店の現住所とかを特定されてもうやっていけなくなるみたいなね、そしたら大赤字で撤退ですよね、だからある意味そういう人はあの店を構えてるだけあって逃げられないってリスクを背負ってるわけですよ。だからそれは慎重になるし弱そうな人しか行かないし、あのネットとか使えないような人を引っ張ってくるしいろいろやってるんだと思うんですよ。冷静に考えればあのそういうからくりってのは私たちはね見抜ける頭を持ってるし目を持ってるんですよ。その見抜ける目や頭を使ってないっていうねことでは弾を込めてない銃でね戦争に行くようなものかなと思います。この世の中ってのは本当にね、お母さんが守ってくれるようなそんなね甘い世界ではなくって、一瞬先にはね信頼してた人が反面に回るようなそんな世界ですからね。だからそんな世界であるってことはもう寂しいんですけども、でも現実なんで、私はね最後にこういう言葉でちょっと締めくくりたいと思います。何回も何回も言ってきたことなんですけども、信頼の向こうに詐欺があります。よろしいですか。詐欺っていうのは信頼するからかかるんですよ。疑ってる間かかんないんですよ。だから信頼したっていうことはもしかしたらこんなことがあるかも、信頼した向こうに事故が起きるかもしれないと思わないといけないと思うんですよね。信頼の向こうに詐欺がある、速稼塾の座右の銘だと思いますので心に留めておいていただければと思います。では今日のタイトルは信頼の向こうに詐欺があるにしときましょうか。それではいってらっしゃい。